皆さんこんばんは。コバルトボーイボーカルギター毛利幸隆です。ベースの牧本です。こちらは福岡在住のロックバンドコバルトボーイのインターネットラジオボーイズドントブルーという番組でございます。今日107回目。はい、前回撮ってまだ12日しか経ってないので、はい、あれまた撮るの、またあれ今日だっけ。はい、でも隔週でお送りしたいので今日も撮っております。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんゆったりとお聞きください。コバルトボーイのボーイズドントブルー。はい、秋ですね。ですね。もうこれは完璧に秋だなって感じです。完全に秋ですね。もう仕方ない、これは。月が綺麗ですもん。あれおしゃれな。粋な日本の愛していますよ。はい。そんな僕ら、シティに住む僕らの、はい、秋を感じる一つ。はい。秋といえば。はい。今日はスイーツではなく。はい、そうですね。あ、ちょっと持ってきますね。あ、お願いします。はい、今日ですね、俺のプレゼン力。今日ですね、僕ね、僕持ってきてないんですよ。そうなんですよ。久々モーリーさんが用意した、ね。用意したっていうね、すげえ楽ちんな仕様でやっております。多分ね、この収録の時間に合わせて、まあ、こうてきたんやろうなっていうふうに期待しております。ああ、いいですね。うん。ちょっと、ま、これね、言いませんけど。まあ、バッキリパッケージングで分かるんですけど、もうこれなんですけど、ね、秋といえば皆さん何でしょうか、ね、もたもたもたちょっとずつしか持ってこんけん。いいですよ別に、うん、結構2人分だと結構あるでしょ、量が。ちょっと待って。違う、わざとじゃないけど、ちょっとガサって言う。この持ってくるかのつなぎタイムとか別にいいから、カットしてもいいんやから。なんなんでしょうね、すごくね、あの秋の風物詩の独特な匂いが漂ってまいりましたね。これ紹介したいんです。やっぱりね、あ、来ましたね。はい。スティーンズも我々にとってはこれの秋の風物詩ですよ。うん。なんかいろいろありますけど、やっぱシティでね。はい。ということで、ランチなりディナーする。今回の何でしたっけ？今回はあれですね、秋の風物詩のメニューということで。マクドナルドの月見バーガー。月見バーガーセットでございますね。あ、はい。写真撮ろう。結構なボリューム感。でも YouTuber の人がさ、こぞってもう9月ぐらいにやるじゃん。なんか決まり事のようにやるよね、こういうの。そう、うん、けどね、ちょっとめっちゃうまそうと思って、くぅーということでね、今年もこういう時期になったということで、はい、はい、月見バーガーを我々コバルトボーイで実食していきたいと思います。めちゃめちゃ嬉しい。もう YouTube でずっと見てて、うん、マック最近全く食べてなかったんですよ。ああ、なるほどね。だからすげえうまそうと思いつつ、まあ人ごとのように見てたんですけど、うん、今日は僕はですね、写真にあるようにですね、はい、七味香る牛すき月見の方にさせていただきました。こんなんあるんですよね。これ多分今年よね。今年からですよね、うんうん、そうそう。私は続いては、あ、そこも出る。そんな、これ言うてもそんなみんなにはおなじみになってないと思う。カニストローや。僕はチーズ月見の方でやらせていただきます、うん、ドリンクの方はコカ・コーラゼロで抑えさせてもらってます。もう良くないですか。ここまで、ここまでドカッとジャンクフードいくなら、ちょっとでもコカ・コーラゼロですね。うん、うまいな。コーラうまで、ナゲットとポテトと、うん、まあ、でももうちょっと結構脇本さんに美味しいあったかいままご提供したくて、今ギリで取ってきたんですけど、うん、そう気を使っていい。やっぱコーラもう炭酸がちょっとあれ、ちょっともう薄くなったんですね。今日僕ナゲットにしたんですよ。はい、
以上、俺取らないです。大丈夫です。ゆず香るマヨソース。いや、やらないですよ。やらないゆず香る。くぅこの無意味に写真ばっかり撮る。この時間。使うか使わんかわからんような。この時間。写真を。ナゲットめっちゃうまそう。うん、今日はこれね、あの、このマック食べながらやりましょうということで。なんかマック持ってきたら急に部屋が暑くなった気がする。それ森さんの、あの、テンションのあれだと思う。わかった。テンションとともに。食べますよ。靴下脱いじゃおうかな。ぽい。どうぞ、自分の部屋で。ぽい。何ですっけ、何か、なんか限定ソースですよね。ゆず胡椒マヨソース。うん、うまそう。これなんかこう形があるんですよね、ナゲットから。いただきます。いや、雑っすよ。あるらしいっすよ、ほんと一個一個喋りが全てつながっていく。このちょっとなんかこうとんがりが、もうとんがりもうソースつけちゃった。とんがりも撮っとこう。写真も撮って。これなんとかって言うんですよね。なんか V があるらしいんですよね。そう、うん、V なんかな、これって。これって V か。 V というか、なんかもう形のバリエーションがあるんですよ、なんかナゲット。じゃあ、ナゲットいただいてみたいと思います。実食。あらあらいが言ってたやつ。あらいさんの魂を受けてる。あらいさんって言ってたからね、これ、うん、うまっ。なんと、うん、柚子の香りと。モーリーさん、マスタードソースとバーベキューソースやつ。それまだ、この間、だってそれさ、前、なんか何だっけ、もとこさん来てた時、その話になって、うん、結構前ね。その時バーベキューソースって言ったんや。あ、はいはい、はい、めっちゃ、それ珍しいですよって言う。なんか、荒井と元子さんと俺は、マスタードソースでしょ、みたいな感じやった気がするね、うん、確かどっちも好きですけど、ね、うん、いきなりステーキには結構マスタードつけない。俺、いきなりステーキ行ったことないの。マジ？うん、行ったがいいよ。え、なんかサイズを選べるでしょ、お肉。うん、グラム数結構細かく言えるみたいな。細かく、うん、まあ選べる、うん、いいですね。皆さんも食べてくださいね、マック。今マックを食べながら見るとこういうのはなんか、今日マック食べますみたいな、そのもう書いとこうかな、ツイッターに。うん、良さを告知に。告知に。だからみんなそのマックを買ってこれる人は買ってきて、これ聞くときに一緒に食べると。うん。結構救われますよ、それで。救われる。あの、YouTube 見てると。孤独な魂が救われる。そうそう、孤独な魂が。そういうことですよね。うん、帰っていきますよ。はいはい、帰ってくる。わらわらのように。救われますよ。わらわらのようにね。見た？あれから。あれからは見てない。あ、見てないか。うん。もう一回。でもね、まだありよっちゃん、今週。あの、君たちはどう生きるか。やっと一回行こうかな。うん。マジで？もう今週はちょっと、来週。今月ぐらいまでやってるんじゃないかなって踏んでるやん。T ジョイがね、夜9時20分からやってるんですよ。いや、これもまた週とか日で変わるかもしれないんですけど。うん、冷凍食ね。うん。じゃあ、牛すき行こう。おっすね。映画いいっすよ。うん。まあ、ちょっと待って、まだ牛すきのくだりやってないからね。ハンバーガー。こっちがメインなんで。せっかく買ってきたから、まずこれを。死ぬほどみんなに見てもらって、うん、別の話題に移っていこうかなって思うんですけど、これどこが牛、はい、じゃあちょっと写真、牛すき、七味香る牛すき焼き月見、牛すき月見撮ります。なんかバンズがちょっと柔らかそうな、ハイジの白パンみたい。うわ、携帯にめっちゃついちゃった。ハイジと白パンみたいに柔らかそうですか。うん、うん、完全にまたノッシーとカナちゃんが固まることを言ってしまった。ついていけない。この間ジェイフォンっつったらめっちゃ固まっとんだけど。ジェイフォンっすかって言ったら、iPhone の間違いでしょみたいな感じですもんね。ハト、本当にもうハトが豆鉄砲を食らったような顔でしたよね、本当に。いや、知らんもんは知らんやろ。知らん。鳩が豆鉄砲を食らったような顔っていう例え、今生まれて初めて使ってる。じゃあ脇本さん、脇本さん何ですか。僕はチーズ月見ですね。一応ってなんですか。うわ、この
チーズが溶けた感がめっちゃうまそう。バンズにごまが振ってある。あ、そうですね。じゃあちょっと実食してみたいと思います。実食最高何ベーコンかな。ベーコン入ってるよ。うまっ、うん、いや、うまいけどちょっとまずすき焼き、すき、あ、すき焼き味しないの。すきって感じがまだ来てないな。俺はもうこれめっちゃうまってある。二口目いきますね。うん、うん、いや、うん、わからん。なんかこのソースがあるんですけど、いや美味しいんやけど、うん、すき、すき焼き、なんか照り焼きっぽい味とかないんですか。なんか甘い、うん、照り焼きとかも違う。なんかあの想像では、うん、あの結構牛肉とかはもう挟んであるのかなと思ってたけど、じゃなくてしぐれ煮みたいなのが入ってるみたいなイメージ。月見バーガーの下に、うん、あのなんかこの汚い食べかけの断面の写していいですか皆さん。一応取るだけ取りましょうか。うん、なんか分かりやすい汚いめちゃめちゃ食べかけって感じ。なんか下にソースが引いてあって、なんかひき肉みたいな。あー、はい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 。あ、でも分かりやすくなんか入ってますね。そこちょっといきました、うん、いや、これ分かった、牛肉です。あ、入ってる牛肉の、なんかミンチみたいなやつは、うん、あ、七味香ってるかな。七味が香ってるとこまで感じないとちょっとやっぱ名前負けしちゃいますからね。返金してもらおうかな。クレーマーさん。どう？七味までは多分あの、うん、俺が食べてる普通のチーズ月見と、うん、あの絶対にやらないですけど一口交換とかしたら、うんうん、多分より分かるんじゃないかな。違いがね、うん、絶対やりませんけど、うんうんうん、なんで絶対とか言うと何気にしとんのどういう、なんで何気にしとって、なんで絶対な嫌じゃん、こんなもん食べたい。絶対とか言わんでいいやん。何気にしとんの。七味が香らんな。うん、七味って食べないもんな、普段。あれ、うどんとかだけやん。一味は入れますね。あ、え、こだわってんのか。一種類でいてほしい。あの7個のなんかスーパースターが集まったあの7個の味、いやいや、あれダメなんですか、あのスパイス。赤い唐辛子だけで。あ、ほんと。なんでそんなのか。なんとなくなんだ。七味しかなかったら七味をかけるかもしれない。うん、まあ、かかってる感じないよね、この見た目的には。香るからね、うん、バンズに含んでんの、うん、あのナゲットの柚子胡椒マヨのインパクトが強くてちょっと、うん、その繊細なところが分かるな。うん、でもうまい。うん、間違いないですね、やっぱ風流ですな、うん、やっぱ秋は月見ですな。実際にでも実際にお月見ってします？どう団子作って。そうそうそう、なんかお花見に比べたらちょっとハードルが高い。しないっしょ。イベントな感じがしてる。生涯で一回とかしたかな。子供の頃やったことあるのかもしれんけど、うん、うん、なんかいや君がその手を拭くペーパーを全部コーラ乗せてるから。え、な、余ってる、余ってないね。これいいよ、じゃあ。もったいない使い方してるから、うん、君が厚みを持たせたかったんですよ。うまっ。
いや、でもなんか一回なんかでやったかも。うん、やったというかその自宅レベルでね。うん、まあ風流の行事がまあ、うんうん、昔からあるわけで、先週の土曜金曜日くらいが、うん、なんとか中秋の名月じゃん、なんかそういう月のやつで、満月のやつで、うん、土曜日やったかな。土曜お月だなと思って。うん、だからこうやってなんかバーガーになるとかでもすごいいいじゃないですか。なんかその人の風習っていうのがあって、あ、そういうのがあるよなって思いますけど。そうですかね。うん、子供の頃は何ですかと思ってたけどね。いや本当よ。好きですかみたいな。うん、なんか分からなかった行事がいっぱいありましたけど、大人になると、あ、そうねっていいですねってなることが多いので、いや、月はいいですよ、ね、うん、まあでも秋は小学校の時めっちゃ好きでしたよ。小学校の時とかさ、うん、一番、まあ季節とかでもあれやけど、うん、一番何が好きみたいなのめっちゃ自分で持ってなかった。体育祭があるけん好きとか。うん、いや、俺は秋だったんですよ。あ、その季節が。うん、何でもあった、何があるっけ、気候なんか、うん、クラス替えとかがあって、うん、一番こなれてきた頃だとかもあるんじゃないかな。あー、クラスの感じにも馴染めてきて、うんうんうん、うん、秋最高と思ってた頃だ10月ぐらいが一番いいと思うんですよ。文化祭みたいなのってやっぱどうしても秋だから、そう、それは俺好きですけど、ね、あ、うん、小学校の頃の。小学校文化祭があった？結構ちゃんとやってますよ、うちの小学校文化祭。あの、お化け屋敷を教室で作るみたいな、うん、ダンボールで、うん、そんなのうん、芋掘りとかしかなかった。芋掘りじゃないですか。芋掘りは保育園だった。さすがに芋掘りも楽しいじゃないですか。いや、なんかそのこの間実家帰って、うん、うん、あ、ここで芋掘りしたなとかそういうの思い出した。その畑の横で初めて猫の死骸を見たなと。ああ、よう覚えとるよね、そういうの。うん、うん、いや、まあ一番過ごしやすいなっていう感じはあるかな。うん、なんかさ、1年の中でちょうど慣れてきたっていう感じは、うん、結構大人になってもちょっとあるかもなと思うんですよ。うん、今年こんな感じで来とるなみたいな、うん、自分っていう、うん、あと結構頭痛が夏するんですよ。うん、だから秋はちょっと頭がすっきり し始める、うん、するっていうか湿度がなくなっていくんだよね。うん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、秋の話。コバルトボーイのボーイズドントブルー。私どもの活動は。活動ね。うん、コバルトボーイの。何し、この12時間何にしてたっけなみたいなところなんですけど。なんか皆さんに面白くお伝えできるようなところがあるかなと。そう。今そっから話始めてみよっかと思って回し出したけど、走り出したけど、うん、差し入れスタジオ。そっか、うん、こんなライブもしてない。いつをいつリリースができるかまだ決まってもない。何してるか分からんバンドに差し入れもらって本当にありがとうございます。もういや、それ思い出したらもうちょっと頑張らないかと。でも新曲作ってますね。レコーディングしてるけど、どこまで言うかなと思ったけど、新曲作ってるよ、うん、新曲作ってたりも実はしてるんで、あのレコーディングって別に4人揃わなく、4人3人とか揃わなくてもいいんです、いいじゃないですか。でも撮る人が来るのはね、うん、なぜスタジオにこうわざわざみんなスケジュール合わせてドカッと入ってるかっつうと、うん、実は新曲作ってるっていう部分ももうあるあるありますね。あ、もちろんレコーディングする曲の準備とかもしてます、ね、こうアレンジとかをもう詰めたりもしてるけど、うん、ちょっと違うのもやりたいみたいなのもあるし、うん、
なんかその間にの感性でできた、うん、そう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 、部分っていうのがレコーディングしててなんかこう分かってくることとかできるようになったこととかもあるよ。いやそれすごいあると思っちゃ う、 う、うん、なんか見えてくる部分で、次の一曲というかなんか、そうなんですよ、うん、だから新曲も作ってて、うん、結構かなちゃんもノリノリ、そうノリが良いよねって感じがしてるけどな僕も、うん、なんかいいなって感触の曲が今できてるので、ノッシーもね、うん、そうなんですよ。だからね今ちょっとねバンド楽しいなあの去年とか僕はあのこのラジオでフェイバリットミュージックとかで紹介する音楽って、うん、そのあんまりバンドものじゃないのばっかり紹介してたところがあるんですけど、やっぱレコーディングとかやったりしてて、うん、めちゃめちゃやっぱもうバンドすごい聴くようになって、うん、バンドサウンドって感じのやつ、バンドサウンド今めっちゃ好きですね、うんうん、分かります。さっきもあの映画で、はい、オールイングランドイズマインっていう、うん、あのザ・スミスっていうバンドがいて、そのスミスのボーカルのモリッシーという人の、うん、そのバンド結成までのなんか青春時代の映画、うん、みたいなのさっき見て、あーやっぱ最いいなバンドいいなみたいな。スミスってどうやって結成するんですか。なんかざっくり言うと、その、うん、モリッシーが、まあ、主体のあれやったけん、うん、で普通に綿棒いい、ね、あのレコード屋さんにあのモリッシーが、うん、あのと自分ボーカルですみたいな、うん、メンバー募集ですみたいな貼って、で最初別のあのギタリストから連絡が来るんやけど、うん、その人がでその人と一回ライブやるんや、うん、まあ、ドラムとベースも決まって、でめっちゃ好評でわーってなって、あーすごいね、そうそうそう、でそのモリッシー自体も初めて人前で歌うみたいな、うん、ですごい盛り上がって、でその音楽関係者も見に来てて、うん、こう名刺とかもらって、あーすごい、来たってロンドン、めちゃくちゃ順調やん、うん、ロンドンに、うん、あの行くみたいな話も出て、うん、最高ってなってる時にギタリストから電話かかってきて、ごめん俺だけ呼ばれたって言われて、ギタリストだけロンドンに行っちゃう、あららでデビュー、別のバンドでデビューしちゃう、だからモリッシーはもうそこで失意のどん底に落ちて、うん、もうずっと2ヶ月ぐらいベッドの上で横になってるみたいな。なかなかすごい始まりなんですね。じゃあその残りのメンバーで始めて、そうそうそう、残りのメンバーとかでモリッシーだけになっちゃう。あ、もうそうなんだ。で、その最初組んだバンドっていうのは、まあ、別に何も、有名になってないバンド。別にスミスの母体とかじゃない、うん、全然関係ない。多分。そっからまだでもやりたいと思って始めるんですね、森氏が。それでもう、あの、働こうと思って、バイトかな、働き出して、まあ、そこであることが起きて、まあ、生きなきゃみたいになって、うん、でもう一回レコード屋さんにメンバー募集さしたら、スミスのジョニー・マーが来てみたいなところで終わるんや。へー、最高、ここから伝説が始まるみたいな。最高、いいですね、うん、へー、そんな、いやバンドはやっぱそういうストーリーもいいな。いやもうストーリーにならざるを得ない部分があるよね、やっぱバンドなんか、バンドっていろんな人が人生寄せってやってるっていうのがめっちゃいいなと思う、うん、へえ、そうなんですね。そうなんですよ。なんかそこまでしか書かないのもなんかなかなかいいなと思うんですね。うんうんうん、うん、いやまあめっちゃ本当はライブシーン一個、その前のスミスの前のバンドのライブシーンも、うん、その多分その役者さんが歌ってるんだと思うけど、うん、めっちゃいいよ。へえ、曲はスミスの曲じゃ多分ないけど、えこれでもう一回ライブシーン見たいみたいな、その感じやったっけ。へえ、そうなの、よかった。曲が圧倒的にいいんや。そうだから結構ギター弾き倒してますね。お、素晴らしい。レコーディングで、うん、あのとりあえず弾き倒してるだけでミックスの時点で消していくかもしれないけどまあ結構音入れてますよね。めっちゃ入れてる、うん、まあそこからこう削っていくんだけど、うん、結構弾き倒してますね。いいですね、うん、
何の話からこの話になったっけ。え、だけん活動の話。あ、バンド好きだよねっていう。そう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 、うん、そうなんですよ。僕はそうですね、バンドの話ちょっとフェイバリットとかでも話そうかなと思ったんですけど。あ、じゃあフェイバリット行く。あ、行きましょうか、うん、じゃあ一旦 CM です。コバルトボーイのボーイズドントブルー。続いてのコーナーはフェイバリットミュージックのコーナーです。このコーナーではコバルトボーイメンバーたちが最近聴いた良かったなという曲を皆さんと共有していい時間を過ごそうぜ、そういう番組となコーナーとなっております。コメンテーターは脇本義久さんに来ていただいております。皆さんこんばんは。今日も紹介しちゃおうかしら、いっぱい音楽好きな盗聴で言っちゃってますけど、ちょっと紹介しちゃおうかしら。はい、お願いします。笑わないよ。はい、なん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 、うんうん、通さないよ。今度そのまま行くか。そのままいっちゃうかしら。竹中直人とか全部それでちゃんと行くよ。竹中直人じゃないよ。最初から最後まで。竹中直人じゃないけど、このまま、じゃあ、フェイバリットのミュージック、紹介しちゃおうかしら。ねえ。最近涼しくなってきたか、ね。話すの大変だな。どちらから行っちゃう？あ、ちょっと待って、まだ決めてない。うん、おばちゃん、おばちゃん、ちょっと待って。おばちゃんって失礼なんじゃないの？おばちゃんって誰なの？じゃあおばちゃま。あ、何しようかな、ちょっと待って、全然考えてなかった。はい、じゃあ送りまーす。お、早い。まあじゃあこれでいいかな。ちょっと待ってよ、これでいいかなって。あんま良くないよ、そういうの。妥協の産物で。あんま良くないよ、そういうの。いやいや、これいいんやけど、今バンドの話しよったっけ、バンドがいいかなと思ったんやけど。ソロの人が今頭に浮かんじゃったんやけど。まあ、でもいいか。秋っぽいし。ああ、いいじゃないですか。はい、じゃあ、じゃんけんしますか。はい。最初はグー、じゃんけん。チョキ。はい。じゃあ僕からいきます。負けました。はい、勝ちました。はい、僕が紹介するのは、悔しい。僕が紹介するのは、はい、イースタンユースで、わ、今日も続いていくっていう曲です。吉野さん。そうですね、イースタンユース今、35周年らしくて、うん、ちょっと、ワンマンツアーみたいになってるんですよ。うんうん。うん、久しぶりに。35周年。でもこれまあなんかいろんなバンドがそうだと思うんですけど、うん、コロナが収まってるわけじゃないですけど、はい、有観客でライブができる環境になってきたから、うんうんうんね、やっぱりそのワンマンツアーが今盛り上がってるみたいで、うん、盛り上がるでしょ。でなんか先ほどもお話ししたM さんとかも行かれてたみたいな。 B1 で MS さん、 MS さんも、うんうん、先月末9月30日、うん、福岡の B1 で会ってたらしいんで見に行かれたらしいんですよね、うん、僕は見逃したんですけど、おい、うんうん、でも語る資格ないじゃない。ないけども語りたい、うん、そんなイースタンユースの、今日も続いていく、聞いてください。あ、もう行きますか。行きましょう。こちら YouTube なので動画を貼ることはできませんが、下にリンクを入っておりますので、そちらから皆さん一緒に見てみましょう、聞いてみましょう。はい、どうぞ。はい、インスタンユースで今日も続いていくでした。あ、ごめん。おいおやおや。やっぱもう35年続いてるバンドで、そうね、これは多分コロナ禍に出た感じの多分歌詞とかもそうなのかなとは思うんですけど、ベースの方が抜けられて、うん、2015年ぐらい多分新しいオリジナル的なこと、もちろんオリジナルの、もともずっとやってる3人組の、うん、すごい技巧派な二宮さんっていうベースの人がやめ、あ、二宮さんなんか、うん、二宮さんって今パニックスマイルとかで活躍されてるんですけど、本当裏切りや、うん、いやなんかいろいろあるんですよ、裏切り行為ひどいひどい、やめてやめて、敵のバンドで、いやいや敵じゃないからでやってて、うん、どういう人が入るんだろうって、この村岡さんっていう人が今多分ベースを弾いてるんですけど、女性の方、うん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 、この人なんかそれまでの二宮さんのベースのプレイとかってすごい技巧派というか、うん、フレットレスベースでニュニュニュンみたいな感じなんですけど、ニュニュニュン、うん、
結構今新しいベースの方のやつが、はい、なんかすごい、ボトム支えながら、はい、低音ボトム支えながらグワッとあの歌を仕上げるみたいな感じのプレイになってて、なんかその良さがすごく分かってきたっていう感じで、この曲が、うん、この曲とか特にかなと思います。なるほど、うん、なんかその多分ジャーンジャーンジャーンとかいう部分が、うん、結構最初にできたんじゃないのかなっていうのが結構なんかそんな感じ の作り方なのか分からんけどね、はいはい、うん、実際分からんけど、なんかすごいその印象的なところで、うん、多分バンドで作ってたんだろうなとか、バンショーでバンドで、うん、とこが結構ねこの曲好きで、ああなるほどね、うん、イーステンさんも学生の頃から聴いてるんで、うん、大好きです。やっぱせーので作った音楽ですよね、うん、ザ・バンドですよね、うん、好きっすよね、やっぱブッチャーズとか。そう、僕ブッチャーズとかやっぱ大学生に聴いてたやつは今もやっぱ好きなんで、うんうんうん、イーステンさんって特にそうで、うん、ああそうか、うん、極東最前線みたいな頃行ってました、そう、まさにこのぐらいの頃、あ、それあれか、ナンバーガールか、うん、うん、の頃とかはすごくドラムロゴスとか行ってましたね。あー、ほんと、うん、なんで、今年も行きたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと行き逃したんですけど、でもやっぱ好きだなって、うんうん、また次来たら行きたいなって思ってます。いいと思うよ、うん、ぜひ来てほしいなと思ってます、また福岡、うん、来ます、うん、はい、続いては、あ、やるじゃないああやるじゃん。どうぞ。はい、続いてはですね、僕は、うん、最近X で、うん、あの岡村志乃さんが紹介してて、ですね、あれちょっと待って、アーティスト名とか言っちゃった。まだ全然そのなんか一応調べたというか関連でなんか。あの、うん、バンドっぽい動画もあったから、うん、その最近ソロになったのかなって方なんですけど、名前が、あ、はい、アバ・ミザ・デガン、アバ・ミザ・ミザ・デガン、お前さんちょっと見せてごらんですよ、この、うん、アバンピザデガン。ちょっとイングリッシュマウントを取るとか。全然ルーツがわからないんですけど、多分その、ちょっと待ってね。なんか全然そのまだそのフォロワーとかも、あの、SNS のフォロワーとかも全然いないぐらい。どこの国の？今はアメリペルシャクルド人、ルーツが多分そっちの方っぽいんですよね、うん、で今アメリカに住んでるのかな、ちょっとわからない、全然まだ情報がないんですよ、うん、今フィラデルフィアに引っ越して以来、はいはい、私だからペルシャ人なんですね。ペルシャってどこなんだろう、ペルシャっていう国、ペルシャって国だっけ、ちょっと分かんない、まあ、そういうちょっと全然まだ情報がないんですよ、うん、で僕もそのこのでまだこの1曲しか出てなくて、今日紹介するのはアバ・マーザ・デ・ガン、ちょっと読み方がわからない方のブックソングという曲です。アルバムがもうすぐ出るのかな。どうやって見つけたの？ダークダークブルーっていうアルバムが11月3日に、うん、岡村俊さんがあのツイートしたターンで、あのターンっていうあのサイトあるじゃないですか、うん、で紹介してるっていうその SNS で紹介してて、うん、まあなのでちょっと秋っぽくていいなと思ったので、聞いてみましょう。聞いてみましょう。あ、なんかおまけみたいな。
はい、アバマザデガンさんでブックソングという曲でした。いいですね。秋っぽさは本当に秋っぽさ、めっちゃ秋っぽい。このカーディガンの感じとかね、木漏れ日とかブックソングでしたっけ。ブックソング、まあ本屋さんで、そう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 、に入ってくる木漏れ日の感じ、うん、なんか本当に穏やかな気持ちに、落ち着いた気持ちになりますね。うん、なんかこういうなんか図書館とかさ、うん、こうまあこういう本屋さんとか、本屋さんあるけど、そのまあ結構近代的なツタヤさんとかさ、うん、この周りはまあ僕は知らないだけかもしれないけど、まあ結構そういう感じで、こういうなんかこう木漏れ日が入るような、うん、京都とかにありそうな、この本屋さんの感じとか、うん、なんか結構今新鮮な感じがして。そうですね、でこのカーディガンのそのもじもじした感じとかも、うん、なんかもじもじした感じが新鮮っていうわけではないけどなんかこう曲もなんかこうめちゃめちゃシンプルの極み、うん、けどすごいいいな。なんか歌詞とかわかんないんですけど、うん、本当気持ちを落ち着かせてくれるような、うん、そういう時にリラックスできるっていうのかな、なんか、うん、そんな感じがしますね。なんかアルバムのタイトルがダークダークブルーっていうタイトルだから、うん、まあ結構なんて言うんだろう、まあわかんないけど、うん、個人的な内省的ななんかあるのかな、アルバムなのかなって感じもして、うん、なんか、まあ、あとジョニー・ミッチェルのブルーとかね、うんうん、もうそういう感じはしますね。思うするし、なんかいい感じだ、いいシンガーソングライターの方だなと思って、うん、はい、紹介させていただきました。え、アルバムが出てるんですか。アルバムが11月3日アウトなんで、あ、じゃあなんかこれからも聴いてちょっと行きたいですね。うん、うん、新しい発見であります。はい、皆さんもぜひ聴いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エンディングです。はい、これ使っていいの。お、ゆずマヨ、ポテトが残っておりまして、食べます。いや、そこは固くないに、糖質制限してるんで。うん、偉いですね。さっきしこたまハンバーガー食いました。多少してるんで。ポテトまでは。そうなんですね、うん、あ、タルちゃん来た。はい、エンディングです。エンディングです。もありがとうございます、うん、聞いてもらってそんなんでしたっけ。そうなんです、ね、最近どうですか、どう過ごされてますか。いや、そのだから音楽以外ってことですよね。うん、さっき動物園行きました。え、いいなー。そうなんよね、ここね。うん、動物園の駅だもん、ここ。うん、うん、すごい近いから、うん、歩いていく。年間パスみたいな買った。3回ぐらい行く値段払えば年間パスだよね。そう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 、うん、動物園さっき行きましたね。いいな、うん、こう今入って、うん、右か左かみたいな感じになってて、うん、左に行くとチンパンジーとか、うん、ライオンとかいる結構メジャーなエリアで、まあ、右は結構あ、まあ、でもこっちもキリンとか、あ、うん、間違えた。どう分かれてんの。右がチンパンジーだった。右チンパンジーとかペンギンとかサイとか、うん、あと日本キツネ、本土キツネとかいるけど、行きましたね。絶対見るやつあります。そのちょっと散歩がてらでもちょっとこいつの様子は見とくか。まあ本当その日本本土、本土キツネとかそのイノシシとかは、うん、古いままの檻でいるんですよ、ずっと。あ、そうなのね。うん、だから結構そのどん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 新しく、やっぱ旭川動物園の影響だと思うんですけど、
北海道の その背景が旭川動物園、旭川動物園っていうかすごい画期的らしいんですよ。いろんな見せ方とか、やっぱその動物の展示の仕方も、動物にもなるべくストレスがないようにとか、でそれで大人気になってんの、結構前に。でそれから波及してと思ってるけど、全国の、まあこういう地方の動物園とかも頑張ってこう工夫したり新しくしたりしていってるっていう流れがあると思う、見てるんですけど、で福岡市動物園もすごい綺麗になっていてで、でそのただその本土狐とか結構その地味キャラの人たちが結構そのままの古い狭い檻にいて、まあそれはちょっとチェックっていうか、まあこう 見るよね。でもね、サイが、新しくまた、サイがいなくなって、なくなっていなくなってたんですけど、サイが2頭入ってきてて、結構ね、今、スター不在なんですよ。ゾウさんいない？ゾウさんもいないんですよ。でも、でかいゾウの、あの、飼育場みたいなのができてるから、多分、予定され、入ってくるのかな、ちょっとわかんないんですけど、多分、いろいろ、あの、条約とかで、輸入できないとかあるらしいですよ。あるよね、多分ね。そうだから他の動物園からこう分けてもらうとかっぽいんですけど、だからスタッフ不在。今スタッフ不在な、まあライオンとかいるけどね。でなんとなくそのライオン方面がじゃなくて、今日はそのサイとかあと猿山とかある方に行ったんですけど。ありますね。猿山も本当子供の頃から変わってない。あの感じのままで、あのままっすね。だからまあね、なんかちょっとうんってなりますね、見ると狭いからな本当に。徐々に変わっていくんでしょうね。でもまあ環境はやっぱり動物が住む中で、あと猿山見てて進撃の巨人思い出した。進撃の巨人、進撃の巨人の読んだ。ある程度読んだ。で、巨人が、なんだっけ、あの、大猿の巨人が、はいはいはい、の合図で、ボーンって出てくる、いっぱい出てくるシーンがあるんだけど、ね、で、その、巨人が思い思いのこの場所に、こう、思い思いのポーズでいる感じが、あ、これ猿山やんと思った。多分。イメージがね。多分猿山からと思うよ、あれ。へぇ、わかんないけど、それ思い出した。あ、猿山やんと思って。うん、いいですね、パッとそうなんかしょっちゅう行けるのはいいな。子供の頃は植物園とか全然興味なかったんですけど、はい、今行ったら絶対いいだろうなって思って。植物園ね、あの感じもすごいですね。いいと思う。動物がだからさ、やっぱ動物好きですね、子供の頃からずっとですけど。今萌さん猫ね飼われてるじゃないですか。猫2匹、亀2匹。ちっちゃい頃は何飼ったりしました？ちっちゃい頃は逆に猫とかそういう動物は親が飼ってくれなかったので、もう虫とか、はいはいはい、カブトムシ、クワガタ、トカゲ、カマキリ、コオロギ、はい、あとイモリ、イモリ、イモリ、あとなんだっけ、ほんとヘビ飼いたかったんですよ子供の頃。それはね、許可出ないよ。そう、子供の頃爬虫類めっちゃ好きだったから、今あんま好きじゃないけど、カメ、まあ、も飼ってたし、でも子供だから世話しないんですよ。あー、なるほどね。だからいつの間にか、あのどっか行ってた、ってか母親が解放してた。あー、そっかそっか、みたいですけど、めっちゃ買ってましたね、虫とか。聞いただけでも結構ありましたね。この間、スタジオの休憩中に、かなちゃんの、休憩中にかなちゃんの顔にカマキリ飛んできたんですけど、それ見て思い出した。あ、カマキリ飼ってたわ、とか。で、餌でバッタ入れるんですよ。バッタ食べるんだ、カマキリ。そう、だから夜にもうとんでもない虐殺を行われるよ、虫かごの中で。そっか、そう、めっちゃ見てた、子供の時をね。へえ、あのクラス結構でかいカマキリだったじゃないですか、あの、かなちゃんの顔に飛んできた、もう見てましたけど、飛んでくる瞬間。へえ、じゃあ触れます虫？
虫触れますね。あ、今でも。そう、セミは無理かな。セミ掴んだことないかも。あの羽がバラララみたいなのはなんか抵抗あるね。トンボも結構抵抗あるね。うん、うん、そう。でも全然掴めますよ、ゴキブリでも。マジで？ゴキブリ掴めるよ。マジですか？あ、でかいゴキブリ無理かな。いやちょっと茶羽ぐらいだったら掴めますよ。茶羽ぐらいだったらね。で、逃がす。あ、外に出す。茶羽増えちゃうと大変だから、うん。うん、ここにはいないけど。うん。なるほどね。へぇ、動物好きですね。動 ね、うん、動物の好きなのは何でなんですか？まあ猫がナンバーワンかな。あ、いや、そうじゃなくて、あの、ん、あ、すいません、猫ナンバーワンはいいんですけど、え、あの、動物が好きな理由みたいな。あ、理由ね、うん、かっこいいから。おいや、子供の頃はもうマジでそうでしたよ。フォルムがね、かっこいいとか、その可愛いはなかった、逆に。うん、かっこいいとか、だからさ、見てたいんですね、できれば。だから今カメもそのベランダで飼ってますけど、うん、本当はその巨大水槽を屋内に置いて、こう、あの、いろいろ砂とかこうしてきれいしたいなとかも。ああ、環境ね。うん、うん、いいな。いや、だから本当こ、だからその動物図鑑とかめっちゃ見てましたよ、子供の時。あの、海の動物とかも好きだったし、うん、昆虫図鑑とか恐竜図鑑とか。恐竜好きですよね。恐竜博士が最初の 夢ですね。ああ、恐竜博士っていう、うんうんうん、恐竜博士って言ってたら、うん、あの親かじいちゃんかなんかが、うん、ということは考古学者にならないかんねみたい な感じになって。そう、 そうだね、まあね、うん、ねじ曲げんなと思って、うん、現実の方に大人は寄せてくるじゃん。そうね、恐竜を研究したいんじゃないって言ってるの。なんか発掘の化石発掘やねみたいな感じ。うん、そうだね、だっていないからね。違うんです。恐竜博士。恐竜博士なんですよ。子供やから、うん、子供やから仕方ないですけど、うん、うん、いいですね、生き物。僕犬飼ってたんですけど。飼ってたね、うん、やっぱ犬飼う、あの、アイス食いよったらガブって食い、食いついてくる。あ、そうそう、いますね。頭が全然良くなかった。犬飼ってたり、あとウサギ可愛いんですよ。あ、ウサギはね、ウサギ前彼女が飼ってたから、うんうん、ウサギはもうほんと最高ですよ。彼女いたんですか？なんすか、そっからですか？その動物の話からですか？ウサギね、その動物の話はやめ、もういいじゃないですか。そのウサギ可愛いんですよ、マジで、うん、ウサギ飼いたい。今彼女を動物って言った？じゃあ動物でもあるでしょ、もう。じゃあちょっと一応やめてください、そういうの。そういうのやめてください。そうやめてください。コンプライアンス的にどうだろう。いやいやいや、広く見れば動物ですから。カットかな。いやいやいや、そういう意味では言ってないです、うんうんうん、あのね、飼ってたウサギとかめっちゃ可愛くて、うん、うん、ウサギも全然手がかからないし。あ、そうなん。なんか、うん、いるだけでもう最高って感じ。うん、まあね、うん、確かにね、いてくれてありがとうって感じだ。うんうん、うん、動物は本当そうです。そういうとこあるよね、うん、うん、だからなるべくその自然体のまま元気で、まあね、生きてほしいので、そうそうそう、環境をね、作りたいですよね、本当に、うん、はい。とにかく朝4時にね、起こされるんですよね、うん、今猫に。ああ、言ってたね、うん、あの、足を噛んでくるんですよ。甘がみなんですけど、うん、かわいいじゃないですか。寝てる時に足を噛まれるって、もうめっちゃ腹立つんですよ。だからもう飛び起きて、もう餌をオラオラって餌やって寝るっていう。あ、もう一回寝るの？餌あげたら落ち着くんで。もう一回寝るんすね。ね、4時ですから。まあね、寝ます。さっき寝たぐらいで気分。毎日毎日毎朝、まあ、うん、もう習慣化されてますよ。もう癖がつきましたね、うん、でもなんかこいつ噛めば餌くれるみたいになってます、ね、うん、でもそれをもう無視しようとかなんないでしょ。無視できないですね、うん、もう噛み続けるから、足を。うん、まあ、猫に合わせるしかないですね。合わせるしかない、うん、そういうのがいいな。レコーディングしてても、うん、すごい、おもちゃがあるんですよ、猫遊ぶ、こう、あやす、あ、棒の先に、ね、うん、こう、棒の先にこう、なん、猫じゃらしみたいなのついてるやつを、うん、レコーディングしてて、パッて後ろ振り向くと、それを置いて、こう、待ってるんですよ。あ、
このコーナーよって、うん、遊んでください遊んで遊びのコーナーですよ、うん、だからレコーディングが進んでない理由はそれかもしれない本当に家のねめっちゃ中断するからでもやっぱかまってやるしかないんでねかまってちゃうめっちゃいいなですねお前は？あ、俺はね映画うん見に行けること時間なかったんですけど、うんうん、家でプライムビデオかな、はい、で あれは見ました前ちょっとこれラジオ多分撮ってない間に萌さんと話してたニコラス・ケイジが出てるあピックピック、うんうん、なんかあらすじを見たら俺なんかジョン・ウィックみたいな話やんみたいな感じで、うん、俺もそう思ってたと思っとったんやけど、うん、いやよかったこれまだ見てないでしょねいや途中でやめたあ途中でやめたチャプター2が始まった時にもやめたあーちょっともう我慢してみてほしいかな、うん、全然面白くない前半うんだってジョン・ウィックみたいにさ別に強い人じゃないからねそういう話じゃなくてもう、うん、マジかなうんもうなんかそんな派手さはないんですけどめっちゃヒューマンドラマでヒューマンうんやっぱ結構気持ち感じるとこありましたおえうるさかったかな今来客がえ何でしょう何佐川急便でしたあはいはいはいお届け物ですか、うん、実際これまあ多分さ2人で話してる分とかいや全然別に大丈夫だよねうん、うん、だって歌撮ってるでしょ歌撮ったりもそう知ってるでしょ昨日とかコーラスっていうかコーラスとも言えない効果音っていうか、うん、そのそみたいな、うん、声を取ってたんですよ、うん、うわーみたいな、うん、あーみたいなのずっと延々5時間ぐらい取ってたから、うん、それはさすがにイライラしたと思う周りの人は外に聞こえてたらね通っちゃろうねいや分からんでもめちゃめちゃ締め切ってもカーテンも閉めてやってたけど、うん、いや正体がわからないと俺はわかるけど、うん、聞こえたらめっちゃ嫌やと思う怖い怖いというか、うん、何もってなるよね多分そうそうそう、うん、メロディーとかでもなかったっけど、うん、にゃーとか言ってあれ撮ってたんですね撮ってたから、うんはい、かもなと思うけど基本でもそんなに別に声とか聞こえんけどなここあ本当うん、ま、窓開けたら聞こえるけど、うんなかなかちょっと今のピンポンの鳴らし方はヒヤッとしましたね。いやいや、びっくりしたわ。2階やけん。うん、え、かなちゃんとか思ったけど。いやいや、来ないよね。来ないね。この後スタジオに来るから。ね、なんだっけ。ピックね。あ、ピック。うん、うん。ぜひ見てください。うんうん、もう見ない。いや、途中で止めた映画また見るのは結構大変だと思うんですけど。まあ、うん、僕が見たところまでネタバレで話すと。うん、はいはいはい。山で隠遁生活してる、まあ、元何かをしてたんだろうなというニコラス・ケイジが演じる、まあ、おじいさんと言ってもね、うん、おじいさんって言っていいんじゃない、まあ、初老の男性がトリュフを取る豚をと暮らしてるんですよね、うん、そうそうそうで豚結構可愛がってて、まあ、武骨なおじいさんやけどがある日突然家に暴漢が押し入ってきてボコーっておじいさんを殴ってニコラス・ケイジ殴って豚を盗んでいくよねブルーって車で、うん、めっちゃ嫌だったあのシーンやっぱ俺自分ちのさ猫が あれで連れて行かれたらとか思ったら、うん、マジで絶望やなと思った、うん、でもその後の動きがもう遅すぎてあ、まあ、確かにねのた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 、うん、本当におじいさんのスピードのまんま動いていくけ、うん、そうそうそうちょっとストレスかもしれない。なんかスピード感がないよね。最初車もさ、うん、もう何年ぶりかにエンジンかけたみたいな車で、すぐ途中で止まって、うん、歩いていくっていう。もうええわってなった。もういい。もういい。そのくらい。もういい。うん、
あそこから歩くんすか、あそこからあのじいさんの人生が紐解かれていって、うんうん、でそのなんかあのいるじゃないですか、若いそのトリュフを取りに来る坊主、若いやつ、トリュフを、うん、あの 料理人とかにこう仲介してさばいてるやつですよね、うん、との関係性とかいろいろいろがちょっと豊かになっていくんですよ、そこは。まあ、なるだろうな。いやいや、ちょっと待ってよ。いや、見たのはその街に行って、なんとかっていうやつ、ね、そこまで行ってん、会うっつって行って、うんうん、で、あの、おじいさん、もっと殴られ屋みたいな仕事ってことね。殴られ屋じゃないの、格闘家、あれはね、あのシーンの、あのシーンの情報を得るために、うん、あそこに出て行ってんですよ。あのシーンの情報、あのシーンはあの情報屋みたいな人がいるんですか、そのなんかそのギリ果たしというかその情報をもらうためにやってるだけなんで、はいはい、もうその辺がめっちゃかったるくて、うん、あの そのバイオレンスっぽい部分はバイオレンス、うん、バイオレンスっぽい部分はおじいさんが殴られるシーンとかさ、いたたまれないだけやん。ニコラス・ケイジやニコラス・ケイジやけど課題はいいけど、うん、ちょっと見てみてくださいよ。見るかな。まあ、途中でもうなんか見なくなっちゃってです、なかなか見ないとは思うんですけど。うん、なかなかですね。うん、まあぜひあの。どうなるの？あのいやいやこれ、ね、ピックは帰ってくると。ピックはね、あこれねもう本当のネタバレなんですけど、うん、ピック帰ってきません。最悪、絶対見ない。帰ってこないんだけど、ポークカツ定食になって出てくる。いや、そこまでなんかそこまでもないんですけど、帰ってこんのやん、うん、最悪やん。いや、まあそこ最悪やっていう感じのものはもちろんあるんですよ。うん、そういう感じ、最悪、うん、マジで。もっとそこに行く過程の、だってもう絶対もう、うん、豚なんかさ盗むようなやつはすぐ売りさばくやろ、そんなもん。いや、やっぱりね、業者に、やっぱね、トリュフ豚っていう貴重なものだから、うん、うん、高くはしない。そのなんか探り合いにはなるんですよ、どこにいるんだって。うん、いや、俺は持ってないとか、しようと。いや、もう最終的には持ってんだけど、豚を、うん、持ってんだけど、うん、気に入っちゃった。もうぶっちゃけ俺は大金持ちで、うん、お前の豚を持っていこうが構わないぐらい、うん、俺の範疇の中でお前は山で生きてるって思ってるかもしれないけど、トリュフをさばいて、うんうんうん、料理屋に提供しているっていうことは、うん、僕のあのもう資本の範疇なんだから、うん、そんなものはもうあの僕は返すつもりはないと。じゃあ2万円で買うから、2万ドルか、2万ドルで買うからさ、すごいなんか出てくるんですよ。もう盗んだこととかにも対抗できないような。なんなんですか、うん、そこをニコラス・ケイジが、うん、あの本来の技術で心ほどいていくんですけど、うん、あ、そういう本、何か、うん、仕事してた人、そう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 、ほどいていくんだけど、結果でも豚は戻ってこないんですよ。何やそれ、うん、不愉快極まりない。いや、だから極まりない部分はあるんだけど、なんかちょっとでもあのこの中にあんたの親の豚がいるから当てなおばあちゃんこの中にいない、せん、それが答えかい、おー、もうあのジブリの方に持っていこうとしてるでしょ。千と千尋に持っていこうとしてるでしょ。持ってた。うん、あの違います。違った。だけど、まあ、なるほどね。チャンスがある方、ぜひ見てみてください。はい。うん、プライムビデオ。プライムビデオはね。はい。うん、ピークね、はい。はい。ということで、コバルトボーイは、絶賛レコーディング中です。です。うん。だから、まあ、そのライブはないんですけれども、まあ、まあなんか決まったら、まあ、すぐお知らせします。そうですね、ぜひ来ていただきたいので、はい、今日もこれからかなちゃんと3人でスタジオ入りたいと思います。はい、皆さんも秋の夜長楽しんで、映画とかね、音楽聴いて楽しんでください。うん、それではコバルトボーイ毛利幸高でした。ベース脇本でした。おやすみなさい。おやすみなさい。